これね、うん、家に帰ったら会って、なんでやねん、もうなんでって言ったんです、うん、やるでしょってみどりさんが、みどりおいみどりで、こんなのあったから買ってみた、みどりおいなんでもうこの流れで企画始まったんじゃん今終わったんちゃうんかいあきらお兄さんやってはい、始まってるって始まってるってこんにちは、あきらお兄さんやればいい始まってるってこんなに大きく飛んでんのに始まってるってまだ前のペヤングも片付けてないように始まってるって何やれふざけんなよなんでポテチ出してんねんこれがね、まさかペヤングの後にふざけんなよ1975年発売以降ロングセラー商品として愛され続けているペヤング、若いカップルに2人で1つのものを仲良く食べてほしいという願いから、ペアとヤングでペヤングという名前になりましたなんでそんなんか国旗が若いカップル2人で1つのもの食べへんやろか何してんねん泣けるほど辛い究極の辛さをご堪能ください。おーい、いやでも言うてポテチでしょって、入るかマルカ舐めんなよこんな量の牛乳で足りるか、まあ、だいたい150ミリぐらい食いすぎて良すぎてごめんね。でもポテチはさ、やっぱコーラじゃん、普通のポテチはね何普通のポテチのように食おうとしてるんですかいやポテチコーラでしょやっぱじゃあコーラでコーラで消えるかな辛み。まあ、あの一応あのヨーグルトとか、あとエクスカリバーをエクスカリバーもね、エクスカリバーも一応用意しておいてよ。じゃあ一旦開封しますか、待ちますか。いや、しましょう、開封します、開封しましょう。匂いとかね、なんかもう開けたくない気持ちが出ちゃってるおい、うー、マジ、うわ、あ、でも匂いはあれほど、あ、来るのは来るけど、ちょっと目にも来るな、目には来る。まあなんか匂いはちょっとカラムーチョに似てる、ね、この出した時でちょっと浜やん、こっち側回って香りが、あー、やばいかもな、これやばいかもですね。ちょっと浜やんの方が少ないかな。そうですね、うん、そうかなあれ浜やんも出してみたんだから、そう、ああそうですね、いや多いやろ俺の方が多いやろいや、一緒ぐらい、一緒ぐらいかな、まあいいか。どうする、試し、ちっちゃいの試した方がいいのか、 おっきいのの方が、おっきいのの方がなんか辛味成分がついてなさそうじゃないですか。いや、量ついてるやろ。そう、この耳みたいないや、これ辛いですよ、多分それ。これ辛い、うん、だってめっちゃついてるもん。いや、全部ついてるもんだって。全部ついてるもん、かつくわいや、まあどれ食べても一緒ってことですよ。いただきます。はい、一瞬腹立つのが、食べたら分かんないけど、一瞬芋の旨味くんねんかそれが絶妙にムカつくからちょっと食べてみて、うん、あー、後味はすごい来るんだけど、うん、辛いから余計芋がうまく感じる。そうそう、芋のうまさが。そう、あー、でも後味辛いよ。後味は辛い、辛い、あー、辛い、これ蓄積タイプやな
あんまりない、うん、あんまりペヤングで見ないタイプの敵。うん、あ、コーラこんな味じゃないこれ食べてこれ飲むと時期に飲んでるみたいなあれ増すな、辛さ増し増し。ダメだ、あ、辛い、辛いけど何だろう、梅くせになるんだ癖になる悔しい、ムカつく、辛いずっと地味に辛いムカつくわ。あのね、派手にリアクションもできんそう、うまいのがムカつく、ムカつく顔しやがって、辛くなってってる俺、ごく激辛初心者にね、挑戦するには、エクスカリバー一回コーラ行こう、一回コーラ行こう、え、うん、あー辛さ出す、痛ぇ、痛ぇ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 それ最後行ったらコーラ行って、コーラなんでわざわざこんなリアクション見てコーラ行かなきゃいけないのなんでよ、マジでマジで、な、辛い、マス辛い、舐めてた、芋の甘さに騙されたやっぱ優しくされるってあかんなあ、信じちゃいけませんね、うん、簡単に、やっぱりちゃんとごく激辛やった。結局いつもガリガリ君のうまさはだけを痛感するよね。うん、これでもさ、ごくじゃなくて激辛味やったら美味しいと思う、ね、うん、かなり残ってんな、え、のちょっとでもガリガリ君なくなるとこの粉がいろんなところにこぶりついてる、そう、この粉手についてる状態で目とか触ったら危険ですから、あー僕さっきやったかもしれないな、もう一回、うん、普通のごく激辛よりもめちゃくちゃ長いする、うん、もうエクスカリバーこれぐらい食べたら大体収まってるんです、うんうんうん、一切収まってません。だからアキラお兄さんも俺も見て分かるように最後になるにつれてね小さくなってくるのなくなってほしくないからはい、私は終わってしまいました。下の中央部激痛ですはい、収まる気配ゼロ。違うタイプの強敵なよね。でも唇痛くなれへんから。でもこれ下なんですよね。下がめっちゃ痛いね。下痛いね今下やばいな。下痛いね。なんでしょう、もう脳を揺らされる系の感じなんですけど、これに関して言うともうずっとボディーブローで後々効いてくる感じだね。おもんないよ結局おもんないよあー、問題、いろいろ問題ね、辛いし半袖やから寒いしうっかりガールはコート着てるんやで、セーターにコート、キラお兄さん半袖こんな寒いのに頭皮汗でびしょびしょもう体がびっくり、もうわけわかれんということで、まだ痛みは持続していますが、1日に 2,3 枚ならいいおつまみにするかもしれませんが基本的にはおすすめしません。どうですか浜谷、結局これもペヤング、そう、結局ごく激辛でした。一旦ポテチ自体のうまさに惑わされるんですけど、うん、それはほんまに詐欺師と同じ手口というか、入り口だけ優しい、確かに厳しいので、多分デビューに良くないですか、良くないね、うんうん、そう、いいかなと思ったけどダメです、うん、あとこんなに引くと思ってなかったから、あとゲップが臭いです、すっごく臭いというわけで、これあれですね、ダブルガリガリ用意しようというわけです、そうだね、はい、ダブガリ用意した方がいいと思います、そうです、はい、というわけで皆さん、ぜひ挑戦しないでください、はい、というわけでまた次回さよなら、バイーン。僕はパーでした。というわけで、チョキの人の勝ち。